北茨城市中郷町淡の付近茨城県道二百九十九号、里見南中郷停車場線は、茨城県北茨城市内を通る県道で、JR 常磐線南中郷駅に接続する道路である。茨城県北茨城市河川町小津畑を起点とし、同市磯原町木更道市中郷町日棚を経由して、北茨城市中郷町小野優志の国道6号交点に接続し、 国道6号と重複して南下し、JR 南中郷駅の東側にある駅、入口交差点から南中郷駅を結ぶ区間の一般県道である。中間部は、茨城県道10号日立岩木線と重複する。1972年3月1日、前進に当たる里見蘇原線、下、君田中郷停車場線を路線廃止し、里見蘇原線の一部区間と、 下木見田南中号停車場線の一部区間を統合して、日立岩木線の一部を徴用する区間をもって、北茨城市河川町大和小津畑あざ、里見を起点とし、北茨城市中号町あざ小野優市の南中号停車場に至る区間について、茨城県が路線認定した一般県道である、1995年の茨城県道の 路線再編が行われた際に整理番号が変更されて、整理番号189から整理番号299となり、現在に至る。中間部は、茨城県道15日立岩木線と重複するため、単独区間は、河川町小津畑磯原町、木更の約 5km ほどの北側区間と、中郷町日かな中郷町小野優市の、 約4キロメートルほどの南側区間に分けることができる。道路法の規定に基づき、北茨城市中郷町、人名同市中郷町、阿波野間は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に連中を建てることが制限されている。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積算4トンの、 普通貨物自動車が通行できない区間。現在は、整理番号10。ABC、道路区域の決定、道路の共用開始、茨城県法、号外、37、ABCDE、茨城県道路現況庁所、平成26年4月1日現在、県道路線認定茨城県法、号外10月14日より道路の区域決定、茨城県法、 号外10月14日より、県道路線の認定、茨城県保護外、PP13、県道路線の廃止、茨城県保護外、PP79、道路の共用開始、茨城県法第7039号、P7、AB、道路の区域変更、茨城県法第7482号、P12、県道の路線名及び、整理番号の変更、 茨城県法第637号 PP82 道路の区域の変更茨城県法第819号 P11 道路の共用の開始茨城県法第819号 PP1213 道路の共用の開始茨城県法第1207号 P4 道路の区域の変更茨城県法第1956号 P12 道路の専用を制限する区域の指定茨城県法第2985 PP1828 ありがとうございます